今日は、漫画、ブリーチに登場する悪霊の総称である。本校ではその概要とこれに該当する、登場人物について記述する。現世を荒らす悪しき霊体。その正体は何らかの理由で落ちた人間の魂。人間のコンパクが主食で、生きた人間を襲っては死にいたらしめる。死神によって魂奏されなかった魂は、通常外部からの影響がない限り、数ヶ月。 数年の時を経て、胸に、穴が開き、霊子が無産死最高生後、虚となる。反虚のように胸に開きかけた穴を無理やりこじ開ける、ことで、強制的に虚にすることもできる。記憶や知能は残り、他者との会話もできるが、心は失っているため捕食や戦闘という目的の、ためにの水脳を駆使していることがほとんど。中には、他の個体を統率して、群れを成したり、 死神に対して心理戦を仕掛けてきたりなど、かなり狡猾な個体も存在する。巨剣と現世を自由に行き来できる神出鬼没の存在であり、個体によって様々な能力を有している場合が多い。巨は、ある例外を除いて白い骸骨のような仮面をつけている。仮面は心を失った本能を隠すためと言われており、中央霊術院では顔面が弱点であると教育されている。 吟状によれば、死神に救われなかった苦しみから心をなくし、それによって胸の穴が開き、なくした心は仮面や固有の能力に変化するという。虚は生まれ出た最初の行動として、生前に思っていた人を襲う習性があり、他の根泊を襲うようになった虚は、すでにそれが済んだ証拠と言われている。虚が親族や恋人を襲う理由としては、 許可した際心を失ったためと考えられ、心を補うため心を欲するようになり、コンパクを襲うとされる。アニメでは人間の巨だけでなく犬などの動物の巨も登場し、二体の魂が一体の巨になっているものも登場した。巨剣ではトカゲのような巨も存在しており、人間サイズの巨でなければ巨剣にある霊子の実で生きて、いく分には事足りるようである。前日通り、 巨は自身の心を補うためにコンパクを欲するが、その欲が極めて強い巨は、性ではなく、巨のコンパクを欲するようになり、共食いを行う。そうして、幾百の巨が共食いを繰り返し、最終的に生き残った個体は、強大な一体の巨、大巨へと姿を変える。ブリーチ、破面の項目でも述べているが、この巨で使われている用語にも、 スペイン語、それに類似した表現が使われている。例を挙げると以下のようになる。ありがとうございます。